はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日もスズランの剣、スズ剣やっていきたいと思います。はい、スズランの剣リリースして20日が経過しましたと。グロリアガチャがね終わりまして、そしてエラガチャが始まって、まあ1週間経つという状況になってます。 正直ね、まだリセマラをし直すかどうか悩んだりとかし始めてる人とかもまだいるんじゃないかなっていうところで一旦ね、ここでグロリアのピックアップがなくなってしまい、しまった状態でリセマラするのであればどうするかっていうお話をね、していけたらなというふうに思ってます。よろしければね、最後まで見ていっていただけると嬉しいです。ではね、一番最初、とりあえずね、もうグロリアは確定っすね。 ま、一体ずつ、ちょっと説明しながらね、ディアランクお話ししていきたいと思います。グロリアに関しては、もう本当ここ、何も言わなくてもわかることも多いと思うんですが、まあ、この、バッファーとしてのね、力が半端なく強いですね。この、旗オーラをね、つける。まあ、これで、一定範囲内の味方ユニットに、攻撃力と防御力のバファかける。解除、無効化による影響を受けない。この、清掃時、清掃器、機で。 かけられる攻撃力デバフと火ダメ軽減で、バフがね、かなり優秀と。で、自分がね、攻撃していこうっていう風になったら、旗のオーラを消して、まあ、その後、ロンギヌスを投げつければ、投げつけて旗に、ね、旗をね、地面に突き刺せば、まあ、剣、剣技に変わるんで、そうすると、火力っていうのがね、結構出せるようになってくると。こういう感じで、満月切りに関してはね、相手が負傷状態の場合はダメージがプラスされるとか、まあ、そういうのがあったりとかね。 あとは使ったら自分に火だめ軽減が入るとか。まあそういうのがあったりとかするんでね。まあグロリアは本当と攻めも出る、できるし守りもできる。素晴らしい一体型のキャラになってますね。非常に使いやすいかなと。似たような役割ができるのが、まあ枝になってきますが、まあ枝とグロリアだと、まあやっぱ存在感がね、ちょっと違ってきちゃうんで、どっちかというと枝はね、デバフの方が強いのかなと。それが、まあ魔法防御っていうところのデバフになるんで、 まあちょっとだけ、あの、偏っちゃうかなっていう。グロリアは、その両方、抑えてるんですけども、まあ攻撃防御。まあこれ攻撃防御なんで、仏防とか魔防とか、くぎ、くくりがないのでね。ダメージ軽減とかもそうだし。うん。っていうところで、まあグロリアの方が一歩前に出てるよっていう、そういうとこですね。枝の方が面白いことができる。まあそういう感じに。じゃあ次のキャラなんですけど、次のキャラは、もちろん、ベラ。 ですね。もう一変にちょっと、まあ、四天王はね、変わらないし決まりなので、まあ、こんな感じですかね。グロリアの方がね、やっぱ一個上に行くかなって感じしますね。まあ、どのキャラ、この4体のうち1体ずつでスタートしたことをどのキャラでもやったことあるんですけど、一番スムーズにいって手持ちが増えてくるじゃないですか。その時にどのキャラともフィットしたのが、まあ、グロリアだったんで、まあ、ど、逆に言うとどのキャラとも被らないっていうふうに言ってもいいかもしれないですね。グロリアに関しては。まあ、それが、 バッパーっていうことなのかなと。いうことで、一個上になるかなっていうところですね。ベラに関してはもうほんと魔法がとにかく強いですよね。まあ僕は選択チケットでモモを取ったんですよ。まあ、好きなんでね。モモとね、やっぱベラ、序盤で大きな違いが、ベラに関してはもう序盤から結構高い火力が出せるっていう。まあそれがまずすごいなと。シュシュシュがめちゃめちゃ強いなと。まあ味方をね、こうエネルギー回復させたりとか、まあそういうのができたりとかもするじゃないですか。 マジでずるいなっていうふうに思っちゃいますよね。これは本当にず,ずるい。エネルギー効率も良くて、まあ、かつ、まあ、攻撃もできる。なかなかこんなすごいキャラをね、序盤で、しかも、ピックアップで出してくるなんてことはね、なかなかないんじゃないかなっていうぐらい強いなという感じですね。で、コル。まあ、コルは本当雑に入れても強いですよね。コンピューターに任せても全然戦えるというか、生存できるというか。 すごいなって思うのが、ジャンプ力がまずとにかくすごいのと、まあ、これであっちこっち行ったり来たりできるじゃないですか。あそこにいる一体うざいなっていう時に、倒してから、その一体を倒してから戻、合流してもらうとかもできるし、あとは、このお面のスキル、どういうの回復して、デバフ解除して、ステルス状態になって、クリリス75%アップっていう、そうでしょっていうような能力。ほんと一人で戦うことを考えられた。 まキャラになってるのかなっていう風にしてて、敵の健康状態の時は敵の背後に回って攻撃できるとか、まあある意味に移動力が増えたのと変わらないのでね、それが素晴らしいなっていうところですね。まあとにかくそういう一個一個がなんか初心者向けになっていると。一発のダメージ、僕が以前、以前というか、まあ本当一番最初のベータテストで、まあ、コール使ってガツガツやってたんですけど、まあその時の その時もやっぱすげえなーって思ってたのは思ってましたね。まあ、単体の火力だけで見たら、まあほんと、準備は必要ですけど、まあガルシアの方がね、まあダメージはせんなーっていうのと、まあ、単体フィニッシュ力っていうのかなはコルよりガルシアの方が上だなーっていうふうに思ってるんですけど、誰でも簡単に使えるっていうふうに考えると、まあ圧倒的にコルが上ですね。ガルシアオートで、同じようにオートでやるって、をやっていくと突っ込んでいくんですけど、 ま、同じように立ち回れるかっつったら、そうはいかない時も多いんでね。まあ、ガルシアもちゃんと自分で回復して戦うことはできるんですけどね。まあ、そんな感じですね。で、次、イナンナ。まあ、イナンナは、もうほんと、純ヒーラーではないタンク系のキャラを召喚して、それかつ、最高度でこのスキルを使えるっていうのが、まあ、でかいキャラになってるかなっていうふうに思います。まあ、これがね、 できるかできないかで結構変わってくると思うんだけど、まあ、これがね、あるから強化がされているというところで、まあ、他の能力に関しては、慈愛の方が、回復力だけで考えたら、慈愛の方がいいんじゃないかなっていうところではありますよね。一旦のところの評価としては、まー、あ、S にはなりますが、まあ、冒険で雑に使うと強い感じはあるかな。か今のところね、再行動を使ってっていうふうに考えて、 考えたら、まあ、その分さ、ここが回復するところだった、みたいなのがない状況じゃないといけないから、下手すると、その新兵とかで使おうとしたら、回復キャラをもう一体用意しないといけない可能性があるんですよね。って考えると、ちょっと高難易度どうなるかなっていうのは今思ってて。まあ、僕はイナンナ持ってた時っていうのは、その新兵とかやるんじゃなくて普通に冒険進めてたんで、そこまではちょっとは把握できてないんですけど、 まあそこがちょっと気になってるところですね。ヌンガルを僕は使ってますが、まあイナンナがいると、まあ確かにね、こう構えた後すぐイナンナ行動して再行動かけたらすぐ撃ってくれるみたいな流れはあるけど、じゃあ果たしてそれが一番の正解なのかって言われると、まあちょっと今はわからんなみたいな感じになってるっていうような状況ですかね。っていうのがこの4人ですね。まあ、して、いわい俗言う四天王ですね。 では次は枝ですね。枝は、ま、役割的には、グローリアとね、似たような役割ができますね。弓アタッカー。この子にしかできないことって言ったら、空箱を作る。で、その上に乗って攻撃すると、高さね、有利持ってたりするし、それの近くにいれば、枝の防御力が上がったりとか、するような、ギミックがあったりとか。あとはま、樽投げて、デバフかけたりとか、30%バフをかけたりとか、ダメージ30%バフかけたりとか。 まあかなりね、優秀な能力を持ってるなーっていうふうには思います。ただ、デバフの部分が、その、ま、魔法デバフっていうところで、まあ魔法デバフ40%っていうふうになると、まあ正直言うと、こう、ね、深淵とかでも、あと災、災害の瓶でもかけられたりとかしちゃうんで、かつ、その、結構、基本火力になりそうなキャラっていうのは、まあ魔法攻撃よりも物理攻撃の方が多いわけですよ。まあグロリアもそうだし、まあコールもそうだしと。 あとはまあよく使う姉子とか、もう物理だったりするじゃないですか。っていう風になってくると、魔防ダウンってなると、まあベラとか、あとはもう本当ヌンガル。まあヌンガルもここに入りますが、まあヌンガルとか、あとはダンタリオンとか、まあここら辺を持ってないと死にスキルになりそうだなっていう。まあどうしてもブロリアから見たら、まあ二段落ちしちゃうかなっていうところですかね。だから枝がいなきゃ無理ですっていう状況はないんじゃないかなっていうところですかね。うん。 っていう風になると、エダよりもグロリア欲しいよねっていう。で、まあそのラインに、まあ今この二人並びましたけど、あと、あともう一体かな。まあ僕はここにね、本当はガルシアも置きたいんですけど、ガルシアの方が一つ条件をね、満たさないと火力を出すのはね、簡単ではないんでね。まあできるようになればもうそんな難しくないんですけどね。で、まあここにダンタリオン。まあダンタリオンも、その結局、 魔法の攻撃を与えられるっていう。まあ、結構効果力出せるのがすごい魅力ですよね。味方で誰かが死んだら回復するとか、そういうスキルもちょっと変わってるし。あとは、やっぱ一番すごいなって思うのは陣営オーラの、その、イリア王国の陣営オーラ持ってるじゃないですか。これの3個以上デバフを持つ敵を攻撃するとき、おダメプラス20%っていうのがめちゃめちゃいいなって思いますね。イリア陣営なんで、 まあそうなると、ヌンガルとかも入りますし、そうするとかなりヌンガルの火力も上がるんで、そうすると単体火力の鬼になるので、まあほんと、新兵とかもそうだし、雑にね、冒険とかで使っても使いやすいんじゃないかなっていうところですかね。で、リリビアに関しては、まあほんと弓アタッカーなのに、アサルター並みの超躍力だったり、素早しっこさを持ってて、かつ感染とかね、そういうのをばらまきつつ戦える。上級オーラ持ってて、 ウィルダ族限定ですけど、移動力プラス1にできる。これもすごいよね。だから、自分のためだけにでも、やっぱ装備させておきたい。そういうようなものを持ってますよね。っていうところ考えると、まあ、やっぱね、他のキャラもたくさんね、いいキャラいるんですけど、まあ、もう雑人、本当を使っても強いっていうふうにしていくと、やっぱこういう順番になっていくるのかなと。まあ、雑人っていうふうになるとこうなってくくかな。ヌンガルは、ね、雑人使えないので、 ただ、しっかり火力出せる。まあ、枝がい,いようがいまいが、安定して、まあ高い火、高い火力は出せると。まあ、枝がいればね、もっと簡単に出せますけどね。自分に、こっちにダメージデバデ、ダメージバフ30%かけて、相手に魔,魔法デバフ40%かけてっていうのを、すぐ簡単にね、同一ターンとかにできちゃうんでね。まあ、そういうこところで考えると、まあ、枝とヌンガルの相性はいいなっていうふうに思いますね。そうすると多分、 使い慣れなくても1万ポーン、1万のダメージとかポーンと出せるようになると思います。まあ、僕はそこら辺抜きで7000から9000ぐらいなんで、まあ枝入れればまあ余裕で1万超えちゃうなっていうような印象ではありますね。あとはまあ装備とかしっかり整えてあげるっていうところになると思うんですけど。はい。ですので、まあ今の段階ではね、やっぱどうしてももうピックアップにもその選択チケットにもいない、この、グロリア。 ま、ここをやっぱり狙っていくのがいいのかなーっていうところですね。まあ、枝に関しては、もうほんと、ベラ持ってたり、ヌンガル持ってたりする人は、狙ってもいいかもしれないなっていうところ。なあんまいないと思うんですけど、ベラ持ってて、グロ、ベラか、えっ、ー、と、ヌンガル持ってて、グロリア持ってないっていう人が、もしいたらもう100、100%取った方がいいかなっていう。まあ、そういうような感じですかね。というわけでね、こんな感じで考えておりますが、皆さん参考になりましたでしょうかはい。 もしよければね、最後にチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。